フランス解析制御技術研究所に設置された、ステッパー左、イベグマイナス620右、MA-150 画像全体が黄色いのは、セーフライトによる照明を行っているため、ステッパーとは、半導体素子製造装置の一つで、縮小投影型露光装置のことである。シリコンなどのウェーハーに回路を焼き付けるため、ウェーハー状にレジストを塗布し、レチクルのパターンを投影レンズにより位置。 4から1、5に縮小して、ウェハー上を移動しながら、投影露光する。一つの露光エリアを露光する際に、レチクルとウェハーと固定して露光する装置と、レチクルとウェハーを同時に動かして露光する装置とがある。前者をアライナー、後者をスキャナーと呼ぶことが多い。後者のタイプは、特性の良いレンズ中心部分を使用して、露光することができるので微細化に向いているが、 レチクルとウェハーを精密に同期させて旅行する必要があるため構造が複雑となり装置の価格も高価である。また近年の微細化に対応するために投影レンズとウェハーの間の空間を液体で満たす液芯という方式も実用化されている。なお、2019年現在液芯には超純水が用いられている。液芯方式においては 水のレジストへの影響を避けるためにトップコートと呼ばれる保護膜を塗布することが一般的である。トップコートの撥水性能が低いとステッパーの生産性を制約してしまうことから薬液メーカーによる撥水性能の開発競争が加速している。なお、露光装置は要する精密制御技術、中核パーツである光学系と光源の技術が軍事技術と深くつながっているほど、 史上最も精密な機械、兵器とも言われる。一世を風靡したパーキンエルマー社の露光装置事業が、米空軍の要請によって始まった経緯もあるし、今でも、先端スキャナーの光源は、バッセナーアレンジメントで規制される。なので、戦前から存在する複数のメーカーが参加している。現状は、ただの偶然ではない。ステッパーの性能は、 半導体産業の競争力に直結するため、各社がしのぎを削っている。分解能は波長に比例し、開口数に反比例する。このため光源には、可視光より波長が短い紫外線が用いられ、光学系を構成するレンズには、紫外線の透過率が高い構成石英や、復化カルシウムなどが使用される。また、近年実用化されつつある部、 極端紫外線露光装置の光学系には、レンズの代わりに、もう SI 製のミラーが用いられている。近年の露光機はスキャンする形式になっている。スリットを通して露光しつつ、レチクルステージとウェフハステージを露光時に同時に互いに対抗する方向に移動させることによって、 分解能を維持した状態でより広い面積の露光を可能としている。この方法による音景は、周査の平均化効果より、小さなレンズでの大露光面積の実現原理的に、より細かなフォーカス制御が可能な点の叩たたきにわたるため、現在では、ステッパーの主流となっている。利点は多いが、露光時に、レチクルトウェイオを同時に、同じ比率で移動させる必要があり、 実現へのハードルも高かった。ステッパーには扱う素材の高純度化、正常維持、防振、短波長工学、微小計測など機械工学、制御工学、材料工学、工学など最先端の技術が投入されているため、極めて高価で、そのため価格は試作用の小型機種でも、数千万円、量産用のものでは、数億円から数十億円に達する。 2007年現在、最先端の液晶ステッパー装置は40億円から50億円程度であるとされ、半導体製造装置の中でも最も高価な装置である。レンズの設計、製造技術、設備が必要とされるため、老舗の光学機器メーカーがシェアを独占している。なおガラスに関しては、カール・ツイス、ニコン、キャノンはオハラから供給を受けている。主な光源メーカーは、 アメリカのサイマーと日本の牛尾電機、ギガフォートンなど。2019年のステッパーの出荷額は9060億円で、出荷額ベースのシェアは AS、ASML が81.2%、キャノンが11.0%、ニコンが5.9%である。ありがとうございます。